りょうがでございます。りょうがりょうがよろしくお願いします。さあ、りょうがさんは今日は衣装は今日もフーガです。今日もフーガさんだ、はい、ね、コラボしてるんだよね、うん、させていただきます、ね、はい、ということで、はい、先日あのフーガとりょうがでコラボ商品出しまして、りょうがフーガ、はい、でそのイベントもしたんですけど、渋谷109あのメンズ館の方でかっこいい、はい、やらせていただきました。109のメンズ館で、はい、そうなんです。すごいね。まさか自分たちがそこに行くとは思わなかったんですけど、本当だ、書いてある。11月12日にやったんですね、はい、でファンの方々が集まって、はいはい、そこでなんかミニライブみたいなコラボ商品っていう、あ、コラボ商品を販売して、そこでもイベントみたいな、撮影会みたいな。そうです、撮影会は、はい、接触イベントが、ケイタロが被ってるキャップ、それフーガとリョウガのコラボで出した、はい、これ、はい、え、あ、これ何、これが R と F が書いてあります。で、R&F みたいなこと、はい、リョウガ、リョウガ、フーガ、はい、ラフ、ラフって言うんですね。かっこいい、いいじゃん、いいじゃん、ね、えということで、みんなそれぞれやってる ね、 ね、本当に いろんな展開があるんですね、本当にね。そうだね、これすごいね。あ、俺腕、池田さんどうしました俺なんで腕組んでるの、どうした、え、どうしたの。最近、なんか何でも僕のことやってくれるから、いい飯使い見つけたなと思って。やめろや、そんな言い方すんの。飯使いだと思ってたのなんでそういう関係だったの、二人は。飯使いとするポーズと違うよ、ちょっと。そうですか。俺も初めて。でも、あのうちのグループのお姉から、あの3日後になんかおめでた話があるみたいな、はい、告知が、告知が。そう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 、お姉さんね、日曜日にやっとお店オープンするの、皆さん、皆さん聞いてもらいたい。どうしても自分で言いたいみたいな。お姉からなんか発表があるみたい。何、お願いします。え、3日後ですか。3日後何、3日後あれなんですよ、僕誕生日なんですよね。おお、いや、ちょっと待って、おめでとう、いや、待って、待って、違う、それで、それでおめでとうって言ったら、はい、30% オフ、お店。いや、違う、どこがですか。日曜日じゃないんだ。日曜日店開いてないんですよ。あ、開いてないんだ。そうなんですよ。あ、おめでじゃないんだ。なんか一言言ったらとかじゃないの、どんだけって言ってくれたらみたいな。どんだけって言っても30パーオフとかなんないんですよ。お店がちょっと、まずまだ開いてないんで、お店は。あ、ごめんごめん、まだ開いてない。まだ、まだじゃない、まだじゃない。開かないんですけど、そうなんですよ。3日後、まあ、今言わされたんで、ちょっと恥ずかしいですけど。2丁目で知り合いいるから全然紹介するよ。はい、違う違う違う、助けて、なんで自分で言わせるの。でもみんなおめでとうって言ってくれたから。ありがとうございます。さあ、ということでそんなりょうがでございますが、はい、どんなりょうがなんでしょうか。やばい、本日もよろしくお願いします。恥ずかしい、自分で言う、恥ずかしいですよ。おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう。そんなに言いたかったんだね、自分誕生日をね。もうとりあえず祝ってくれって、ね、いくつなの、ちなみに。26ですね。 26です。26歳だって。若い、若いね。ということで、こんなメンバーで今日は、お送りしますんでね、はい。